CC201 系ディーゼル機関車は、インドネシアのディーゼル機関車。ゼネラルエレクトリックが製造した U18C 型のインドネシア鉄道会社における形式である。車軸配置 COCO CO の電気式ディーゼル機関車である。それはこの機関車が三軸、すなわち六輪のボギー式台車二台を有しており、各軸に一個ずつ主電動機を有していることを表している。 インドネシアの6道軸のディーゼル機関車の中では、仙台にあたる CC200 型に比べ、重量は84トンと軽量化され、出力は1950馬力に向上された構造であり、平坦線のほか山岳を横断する路線での運用にも適合している。1977年に最初の38両がアメリカ合衆国の工場からインドネシアに向けて輸出された。 このうち8両は船に積まれて海上を輸送中に暴風に遭遇、そのうちの3両は破損し修理を経てからの納入となった。これらの38両は好調な運用実績を残したことから1983年から1984年にかけて増備車三34両他を導入。このグループからラジエーターが小さくなった。その後も 1991年から1992年にかけて21両が増備導入され、純粋な CC201 型として導入された車両の最終的な総数は114両となった。その他、1989年から2004年にかけて、車軸配置 A1A1A の電気式ディーゼル機関車 BB203 型のうち30両が修繕の際に、 六道軸に改造され、本形式に編入されている。2010年から2011年にかけての修繕で、一部に CC303 型及び CC304 型と同様なフォグランプを設置。合計144両のうち133両が現在も運用中である。ありがとうございます。